のショットはシュート。ここはさすがですか。そうですね、はね、もう本当にあのシュートが相当自信を持って打ってますよね。ダメなジャンパーでなんとか繋いでいます。あのそうですね、滋賀の方はもう徹底してラベナ選手がボールをキーコントロールして、ラベナ選手が1対1選手が出た時に、そして抑えられた時ですよね。オフェンスとブレイクでどのようにそれを出すか。話せそうで話せない、そんな展開。ダメだ、走り込んでいた。いやガドソンすごくでしたね。そうですね、今はまだまだ頑張ってほしい選手です。さあラベナ、ここは得意のプレー、そしてファストブレイクはどうだ大阪。